意外とあんまり何も考えてなかったっていうか、なんかすごく韓国で成功してきてたら多分プレッシャーとかもあったと思うんですけど、いわゆるデビューしてすぐに日本に来たので、こうまず歌うことがとても楽しかったので、そういうプレッシャーっていうことよりもなんか歌える自分自身にすごく嬉しくて、デビューした時は暇でしたよ。こういうシンガーになりたいっていうのは正直なかったと思います。こうやっていくうちに自分が自分のイメージを作って、それでボアっていうイメージを作ってきたと思いますね。皆さんが思う私のイメージのことを聞かれてると思うんですけど、頑張って歌って踊る女の子っていうイメージじゃなかったのかな。ストレートヘアで真ん中分けでなんか元気に踊る子一緒にやるようになってから多分2005年とかぐらいにやるんです、うん、6年くらいになりますとうとう メイクされるとすごくアーティストのモードになるっていうか、テレビに出る自分と私普段の自分のズレはだいぶ感じてますなんだろう、オンオフがすごく激しいっていうか、もう仕事の自分とプライベートの自分をすごく分けてるっていうか、なんか自分がステージ上に立ってる自分を DVD とかで見ると同人物だと思えないんですよね。なんか別人みたいです、自分から見ても。普段の自分はすごく普通です。14歳の自分に何か言えるとしたら、そんな頑張んなくていいよっていうことを伝えたいまあアルバムが売れてきてずっとリリースが続いて、なんかある時から日本にあとどのぐらいいるのかなっていうことすら考えなくなりましたね。2002年から2005年ぐらいまでは年末になると両方の国でこう年末番組出てみたいなっていうことをすると、もう必ず紅白で着替えながら新しい年を迎えるみたいな。で、新しい年を迎えたらまたすぐアルバムのプロモーションに入って、曲を、まあ、その当時はすごく精一杯頑張ったんですけど、もうちょっと時間を置いてから仕事をした方がいいクオリティが、よりいいものができるんじゃないかなと思って、うん、歌うのことをやめようと思ったことはまあないじゃないし、あるっちゃあるんですけど、
それはあれですね、ディレマですね。ジレマって言うんですか、日本語で。ジレマ、あのやっぱり程よい仕事のスタイルはこの業界できないんじゃないですか。だから忙しすぎて、なんか体が疲れて歌う時もなんか自分が出せる歌の 100% 出せなかったことが続いた時はなんかちょっと歌から一歩離れたいなとは思ったんですけど、でそういう風に思ってると本当に離れるようになるんですよね。でそこからやっぱり戻りたいと思ったら戻れるようになるし、やっぱり人って自分が考えるように住んでいってるなと思ってて、で私多分そういうバランスをうまく取ってきて今までこのキャリアが続いてるんじゃないかなと思います。なんか自分だけちゃんと音楽活動ができればそれで結果も出ればそれが本当に最高の状況 で、うん、で結果が出なかったら出なかったでまた違うやり方があると思ってたから、うんうん、自分がちゃんとしてれば、うん、逆に昔はすごく大人っぽいなと思ったんですけど、今考えてみるとそうでもなかったなっていう、うん、人っていつ大人になるんですかね。でも年々お肌って曲がり角っていうけどお肌の調子上げてってそれは謎だよいろんなことが落ち着いてきたいろんな場面でそう体も心も肌もすごいに始めてきた時はやっぱり重大だったので何も考えないで来られたんですけど、アメリカに行く時は二十歳過ぎでなんか日本のこととか韓国のこととかも思いながらこうアメリカ進出を決めなきゃいけなかったので、こう頭の中でちょっとなんか心配っていうのはあったんですけど、なるべくその心配のことを考えないでやっていこうとしてましたね。音楽で全米デビューするときにあんまり成功のことは考えてなかったです。むしろまあこれは失敗するかもでも自分からもそう思ってて期待もなかったし、ただこういった名のあるプロデューサーさんと一緒に仕事ができること、そしてコリアグラファーさんとかと一緒に仕事できることがなんか自分のこの歌手というキャリアにはすごくプラスになることだったと思ったので、その経験を一番にして全米デビューを決めました。
私だけじゃなくて、もう皆さんの夢だ、皆さんも持ってる共通の夢だと思うんですよね。シンガーも例えばスタッフさんたちもなんかアメリカっていうのはやっぱり一生一回ぐらいはチャレンジしてみたいことだと皆さん思うんじゃないですか。これまでの自分に一言かけるとしたら、偉いっていう言葉を与えたいです。全てが偉いです。言葉を勉強したのも、仕事もちゃんとできることも、あとこう自分の軸もちゃんと持ってることも偉いです。私これまでやってきたことに関して何の後悔もないし、ために歌を歌ってますか。何のためってあるんですかね。何のため、好きなことだから、何のため、わかんないですね。何のためって言われると、そんな思いさえも瞬きに
かった立ち止まればふと冬の気配季節が移ろう私にとって歌っていうものは何だろう、また違う言葉ですかね。こう歌で話せるし歌で感じられるし、だからまた新たな言葉っていうか